ザオ道場は、現に伊潟県長岡市チベット王の金布神社及び安全寺の位置にあった日本の城、長岡市指定史跡。ザオ道場土塁南北朝時代、ザオ権門を建て祭るザオ道に北朝方の中条氏が本陣を構え、実質的な城となる。1352年には、南朝方の風間信明に攻撃されている。後に、上杉謙信へと続く。 古市長美化の長岡影春が入るも、四代後の高影の第二、住み義良に移る。その後、長岡目主家が、蔵王堂脇に本格的な城郭として縄張りし、合図違法までは、植杉屋及びその家臣が治める。植杉家が合図へ違法された後は、春日山城に入府した、堀修司の弟、堀新良が入り、蔵王堂藩の初代藩主となる。なお、 座王道藩は、養子、堀鶴千代が、坂戸藩の堀直よりの貢献のもとに継ぐのだが、9歳で、亡くなったために断絶。坂戸藩に編入される。堀直よりは、飯山藩へ転放され、松平忠てる進化の山田隼人が入場。この時は、藩としての復活はなく、福島藩の俗領扱いだった。座王道場後に立つ堀直より銅像を忠てるが、 大阪夏の陣の不手際により改役されると、堀直よりが、蔵王道上師として戻り、蔵王道藩が復活する。堀直よりは、以前の統治時代に開始し、天保により中断していた、長岡城建築を進め、長岡城完成と共に移動したために、蔵王道城は、廃城となり、蔵王道藩は、長岡藩へと移行する。長岡移転は、蔵王道城が、 信濃川のすぐ脇にあったため、水害により城の一部が侵食されるほどの被害を、たびたび受け、城の維持が難しかったためである。ありがとうございます。